ったな帝国学園。確かにただものじゃなさそうだ。まあ確かにな、ただものではないことはすごい分かったわ。キャプテンやっぱりやめるでやんす。クリモツ、あんなやつらに勝てるわけないでやんすよ。あんなやつら、いやまあ確かにあんなやつらではある。クリモツ、そんなことはやってみなきゃ分かんないだろう。ライモン中ってすごいベーシックな学校だったんだな。勝利の女神がどっちに微笑むかなんてさ、ギャグで言っているのか、エンド。いや、風丸。いや、守るはいつもマジだろ。あ、キノちゃん来た。みんな大変よ。壁山くんがいなくなっちゃったの。え、壁山が？どうしたの？なんだって？いや、お子さん迎えに行ったんじゃないの？さっきまでここで帝国学園の姿を見ていたはずなのに。え？どこ行ったんだ、あいつ。一人だけトンズラかよ。マジで？ちょ、ここまで来て。いや、でもすぐ見つかるだろ、あんなでかいやつ。今はとにかく壁山を探そう。壁山を見なかったかみんなに話を聞いてみるんだ。俺たちも行くぜ、エンド。ここで逃げ出されちゃう今までの練習が無駄になっちまう。風丸。まあ風丸はやる気十分だな。私はあっちを見てみるから、エンド君はもう少しこの辺りを探してみて。オッケー。この辺りね。え、そんな遠くには逃げてないってこと？壁山はまだ近くにいるはずだ。わかるんだ。早く探し出そうぜ。どこ行ったんだ、壁山。栗松、風丸、獅子戸が一緒に行くことになった。オッケー。生徒会長がずっとこっち見てるけど。ちょ、会長。会長、壁山見てないですか？ちょっと。さすが帝国学園ね。なかなかかっこいいじゃない。かっこいいか、あれ。会長、さすが。独特のセンスを持っていらっしゃる。あ、マジでこの辺にいるんだ。あ、この中じゃん。ん、なんだ？ああ、出てきた、壁山。ぷはー、ロッカーの中にいたのかよ、お前。苦しかった。やっぱり狭すぎるっすよ、ここは。いや、今さらロッカーに隠れて何になるんだよ、お前。壁山。は、キャプテン。いや、試合しようぜ。怖いのはわかるけど。すいません、俺ちょっと怖くなっちゃったんす。いや、まあ、いろんな意味で怖い奴らなのはわかるけどさ、あいつらが。せっかくここまで来たんだぞ。今さら逃げ出して何になる？一緒にやろうぜ、サッカー。いや、でもあいつらが本当にサッカーをやってくれるのかは疑問だけどな。でも、サッカーやりに来た感じはなかったよな、全然。あんたたちちょっと待つでごわす。え？嫌がってるのを無理やりとはとんでもない人たちでごわすな。え？誰？ごわす？誰だ？いや、マジでこういう乱入パターン多いな、このゲーム。おおお。なんだこいつ。おいどんはライモン中学相撲部のものでごわす。相撲部。ちょ、見た目の意識高すぎるだろ。壁山どんはサッカーよりも相撲に向いているのでごわすよ。あ、そういうこと？おいおい、何勝手なこと言ってるでやんす。あー、相撲部に勧誘に来たの？このタイミングで。壁山は相撲がしたいなんて一言も言ってないでやんすよ。そうだよ、てか、今から試合すんだからなんだこれ。サッカーがしたいようにも見えないでごわすがな。いや、ちょ、いいから帝国学園と試合しようぜ。壁山どんはどっちがいいでごわすか？なんでこのタイミングで相撲部と揉めてんの？え、俺？俺は？いや、壁山、サッカー。そんなのわかんないっすよ。いや、まあそうか、もともと練習サボってたようなやつだしな。仕方ない、こうなったらそのサッカーとやらで決めようじゃない。いや、待て、帝国と試合すんだって。おいどんたちのディフェンスを破ってこのロッカーにシュートを決めれば壁山どんは諦めちゃう。なんか始まったんだけど。いや、試合しようぜ普通に。ああ、望むところだ、望むところだじゃねえよ。壁山をロッカーに閉じ込めたままにはさせやしないぞ。かかってこい。いやいや、閉じ込めたっていうか自分から入っていったんだよ。タッチ目を出せ。よっしゃ、ツッコミ追いつかねえぜ。行くぜ、守る。おー、バトル。タマ、近藤、熱い、大江戸。大江戸だけ意識高すぎるよな、絶対。相撲部としての。よし、やるか。操作ガイド。おう。え、これはどうしたらいいんだ？ゴールを決める。戦車必殺技は隠れた力を持っていて、その力は、風、林、火、山の4つのタイプに分けられるんだ。あ、こんな属性あるんだ。なるほど。風林火山。へえ、なるほどね。相性的に有利な方が強いってことか。例えば風の選手は山の選手に有利な。相性が悪い時はマークがグレーに。はあ、なるほどね。風林火山のポイント、火の選手が火の技を使うと威力アップ。なんだそれ、風林火山。ほうほうほう。はあ、いろいろあるんだな。なるほど。まあとりあえずやってみるか。あ、来た。選手のパラメータと風林火山のテクニックの差が力の差。あ、なるほどね。
で左のコマンドはバトル勝率低いがボールのキープ、いやちょこれもっと早く教えてよあそういうのあったんだ。右のコマンドは勝率は高いがキープ力が低い、なるほど。じゃあこれだとクリマツがテクニック低いから勝率高い方選んだ方がいいのかな。これこういうこと、ああ突破した、なるほど、あそういうことだったんだ。ここはシシドが属性負けてるけど、いやでもここまで来たら打つしかないよな。じゃあ普通のシュートで、パワーマックスでいけシシド決めろ。いやでもこれ止められんの、あどう、あいった、やったじゃあ壁山出てきた、よっしゃ、あ勝った、やったー、ゴールいや迷惑なやつらだなこいつら廊下でいや勝ったけど、いや何だったんだよこれ、あシュートのチュートリアルだったんだな、もしかして。なるほどね、強引すぎるだろチュートリアルの入れ方、くっそんなおいどんたちのプレッシャーをものともしないなんて、いやでもこいつら結構強かったけど、ここは一旦引くでごわすよ大江戸大学生ぐらいになった時に今の自分の服装黒歴史になってないといいけどな。さあ行こうぜ壁山、キャプテン俺、いや壁山大丈夫か、壁山俺だって怖いさ、けど逃げたら何も始まらない、あ守も怖がってるんだ、それに一度逃げたらずっと逃げ続けなきゃなんなくなるくっさーいろんな大人に刺さるセリフそんなのかっこ悪いだろ。キャプテンすいません、俺やれるだけやってみるっす。おー、てか壁山敬語ってことはさ守より年下なのか、ああ頼むぜ壁山、壁山平五郎が仲良いなった、やった、なんだったんだよこのくだりマジでよしじゃあ木野さんのところに行こう、やっとだな帝国のやつらめちゃくちゃ待たせちゃってる。木野ちゃん来たよ、よかった壁山くんが見つかったんだね、いたいた、誰も壁山を攻めない、それじゃあ試合を始めましょうか。おおやろうぜ帝国と、帝国の人たちはもう準備して待ってるよ、でしょうね結構待たせちゃったからね、私たちも急がなきゃ、よしやるか。いやでも結局ゴーエンジは仲間になんなかったんだな、帝国の試合まで。お佐久間、おいジモンよ、どうして俺たちがこんな弱小と試合しなきゃいけないんだ、いやその眼帯なんだよ絶対ファッション眼帯だろ。ジモン、総帥はここに転向してきた選手を気にしておら、総帥しっかりと実力を見極めてこい、総帥って何そんな役職があんのへえ、うちに呼んでも使えそうなやつなのか、あ、転校生ってゴーエンジのことか、それは総帥の決めること、いや軌道軌道マジ、そのゴーグル何なの俺たちは命令通りに動くだけだ、どんな目的だろうと失敗は許されない、いや何しに来たんだよこいつら本当に、行くぞ、もう来た、あでもそのゴーエンジを引き抜きに来たのかな、もしかして、あ元帝国出身なのかと思ったけど、あ誰この子、なんか女の子いた、おタッチペンを出せ出せ、見ててくれよ俺のタッチペンの出しざまをさ、行くぞみんな、帝国に一泡吹かせてやろうぜ、やるか守る、いや大丈夫かな、キャプテン落ち着いてほしいっす、きっとこっちが泡を吹いて倒れるだけっすよ、いや寄せ集めの11人で勝てるようなやつらじゃないとは思うけど、いや俺たちだって久しぶりに真面目に練習したんだ、少しは勝負になるかもしれないぞ、いやでも勝たないといけないんだよな、そうさもうちょっとエースストライカーの僕を信じてみなよ、メガネかける頑張れよかける、期待してるからな、全員いつも通り行くぞ、それ以外に言うことはない、いやかっけー、まあ、見た目はともかく言動はかっこいいな、あいつらかわいそうにな、これから何が起こるか分かってないようだぜ、変身さっさと終わらせてやるのがせめてもの思いやりってもんかな、佐久間、いや佐久間の中二病感やばいなこいつ絶対ファッション眼帯だよ、行くぞみんな、帝国学園を倒すんだ、やるか守る、ライモン VS 帝国学園、いやどうなるんだこれ、でも勝っても負けてもだよな、おライモンフォーメーション、あこんなん出るんだ、へえ、染岡とメガネがフォワードで、いや俺あんまり詳しくないんだけど、で半田勝林マックスシシドがミッドフィルター、風丸壁山陣栗松がディフェンダーで、ゴールキーパーがエンド、いやどうなんだろう全然わかんねえでも染岡は点取り屋って言ってたもんな、ライモンの、だからまあ染岡にボールを渡す感じで、帝国学園、いやもうキャラ濃いな全員、あ五条さん右下にいるわ、あでジモンと佐久間がフォワードなんだ、なるほどね、で軌道はミッドフィルターか、
はあ、いやすごいな、全員がなんか思い思いの中二病を発症してる感じがあるな帝国学園はキャラ濃いなマジで。なるほどね。いやでもどうなんだろうな、まあキャラの濃さでは完全に負けてるけどライモン。いやまあ試合は分からねえな。よーしやるか。多いな人数、初めての11対11か。選手の位置はまあとりあえずこのままでいいだろう。じゃあメガネがとりあえず染岡にパスするか。うん、染岡にパスしてゴールの方に近づいていくぞ。だー、いきなり先頭佐久間対染岡。いやここは勝率を重視してフェイントでいけ染岡頑張れ。はっ、キラースライドなんかやってきた。おお、ちょっと染岡吹っ飛ばされた。大丈夫か。ああ、何今の技みたいなの。ちょっと待って、ちょっと一旦止めてちょっと妨害する感じで動くぞ。パスを出させないように。こういう感じかな。ボールの方に集まれみんな、いけ。あー、ちょパス回しがうめえわ。左側に、お、そっちに抜けた。やばいやばい、全然追いつけてない。うわっ、けっ、人体起動。いやここはスライディングで勝率重視でいくか。あ、待てよ。この間にも動かす指示が出せるんだよね、選手に。ちょっとフォローに回る感じで、軌道に突破されることを見越して、ちょっと下の方に集めとくか、みんな。よし、行け！ジン、頑張れ！イリュージョンボール？なんかされた！わぁ！増えた！いや、どういうことだよ！ちょ、待って。なんだ今の！いや、審判、ちょっと！ここは、パンチング！守る、止めろ！ツインブーストなんかやってる！わぁ！なに？ヘディング？お、蹴った！それ意味ある？いや、なんかめちゃくちゃ技を守る！止めれるか？おお、頑張れ！だあ、無理だ！守る！1点入れられた。いや、てか何あの技みたいなの、めちゃくちゃ使ってきたじゃん。え、あんな俺らできないぞ。スイムソ、いやこれ、いやこれ間に1回ヘディング挟む意味ある？あ、でもなんかフェイントになるのか、ヘディングすることで。ヘディングかシュートか分かんないみたいな。守るー、完全に押し負けたな。いやもういいよ、もう見ないよ、試合再開だ。お前たちの実力はこんなものか。いやちょっと本気出してきたな稲妻イレブンまだ時間はある、これからさ。いやツインブーストは100歩譲っていいとして、あのイリュージョンボールなんだよあれボール3つぐらいに増えてたんだけど、どういうこと、どういう仕組みでボール増えたのやるしかねえ。でもおお、頑張れジン。うっく、まさか、え、何取られたんだけど。ちょ、すれ違いざまに、ちょ、シュート、しかも守る、ここもパンチング、百裂ショット、なんだ、なんかやってる、なんかやってる、なんだそれ。いや最後の一蹴りが意味ねえだろ。いやこれも守る、うはー、なんてこった、あんなバカみたいな技に、こんなもん。いやちょ待て、え、無理じゃないこれ。あの技出されたら 100% 負けるんだけど。ちゃくれちょっと、いやこれ99発意味ないだろ最初の最後の一発だけで意味あんの結局。あー守るー。いやでも100回蹴ってるから100倍の威力になってるとか言ってそうだなそんな筋肉マンみたいな理論。よし決まった、ジモン。まだ試合は終わってない、みんな諦めるな。いやでもどうしたらいいんだよこれ、技出されたら 100% 負けんだよな。マックス勝林なっちゃー、くそ佐久間この中に野郎、ブロックだ、壁山奪え、ボールをダーくっそ抜かれたし、 あれフェードアウトした。え、ついに帝国学園との試合が始まった。あ、突然のモノローグ。しかし俺たちはそこで思い知ることになったんだ。ちょ待って、負けイベこれ。奴らはとても1週間前に集まったばかりのチームで、太刀打ちできる相手ではなかったということ。うわ、ちょっと負けイベくせえ。いや、でも負けたら敗部だろ。あ、守る壁山ボロボロになっている。え、ちょっと18点差ついてる、いつの間に。うわぁ、もう、圧倒的負けじゃん。ああもう動きが全然違う。守るシュートが来たぞ。はっ、あー止められねえ。
反応できねえ守るが、こんなに違うものなのか。いやもうレベルが圧倒的に違う。帝国学園、何言ってるんだこいつ。なんてことないただのシュートだぜ。うわあ、強キャラ、くそ、なんてことないシュートも止められないのか。起動、もう少し遊んでやるか。え、なになに。デスゾーン開始。なんだそれ、デスゾーンとは。は、なんか言い出したぞ。デスゾーン、え、死ぬ、死ぬの。おおお、なんだ。待て、何してる何してる。いや何出してんのそれ。おお、3人で、いや普通に蹴れ。いや誰発案だよこの技。守る、あー、これは、あー、顔面に。守る、ちょ、ダウンしてるし。いや、ちょ、審判、これ終わったね。デスゾーンをまともに受けて立ち上がれるやつなんているわけない。いや、サッカーのセリフを言え。それバトルもののセリフだよ。おいおい、どうなってんだ。使い物になりそうなやつなんて一人も見当たらないぞ。あ、ゴーエンジ、ちょっとゴーエンジどこいんの。やっぱり無駄足だったんじゃないですか。いや、こいつらゴーエンジを探しに来たんだよな。起動、いや、ゴーエンジが来てくれたら守る。でもボールから煙出ちゃってるよ会長。それでご覧になってたんです。全然ダメじゃん。ゴーエンジ、外れもいいとこだな。お前目に来てんじゃねえか。ちょっと起動さん、もういいでしょ、こんな試合練習にもなんないですよ。いや、普段どんな練習してんだよ。練習風景見たいわ。終わったか。みんなボロボロじゃん。え、守れ。守れ。遠藤くん、守れはまだ立ってるぞ。俺たちはまだ終わってねえぞ。守れ、熱い。何もできないまま0-20というスコアで俺たちは前半を終えてしまった。いや、まだ後半戦がある。でもこの時俺の頭の中にはあの大輔の凄技特訓ノートの言葉がずっと響いていた。あ、じいちゃんのな、片身。その言葉の本当の意味が今にもわかるような気がして。いや、熱いぞこれは。やっぱり無茶だったんすよ。あのまま隠れていればよかった。いや、壁山、まだ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 、もうその必要もなくなるさ。これで敗北は決定なんだからな。いや、ゴーエンジの表情が変わったの俺は見逃してないぞ。くそ、カズマル。いや、入部早々敗北なんてさせねえよカズマルを。大変よ、メガネくんがいなくなっちゃったの。え、メガネが、なんでヤンスって。いや、なんでヤンスってはおかしいだろ。ヤンスの位置おかしいだろ。ああ、メガネかける、おい。はあはあ、あんな化け物みたいなやつらと試合だなんてもう耐えられない。おい、ああ、着替えた。だから僕は嫌だって言ったんだ。かける、おい。あ、ユニフォーム、ゴーエンジ、そういうことか。10番のエースナンバー、ユウカ、妹、お兄ちゃんにもう一度だけチャンスをくれないか、ゴーエンジ。ちょ、なんだよこれ、めちゃくちゃちょっと泣きそうになった俺今。もうどうしたらいいんでやんすか。ただでさえ20点差なのに10人で戦うなんて。いや、信じろ、もう負けたようなもんですよ。いや、あいつが絶対来てくれるんだ。キャプテン、黙ってないでなんとか言ってくださいでやんす。守る、いや、なんかでも何かを、うん、何かを掴みかけてるんじゃないのか守るは。どうしたんです遠藤さん、絶対シュート止める技その1。何言ってるんです、とうとうおかしくなっちゃったんですか。違う、大輔の凄技特訓ノート感じるぞ、今ならできるんだ。大輔の凄技特訓ノートにあったあの技が。遠藤さん、こんな時何言ってるんですか。ちょ、熱すぎる。あれだけ前半得点を許した守るが、よし行くぞ後半だ。ちょっと待ってくださいって、絶対シュート止める技で帝国の攻撃を止める。全くめげない人でやんすね。いや、すげえ、何これ、おや、なんだか正門の方が騒がしいでやんす。正門、
なんだ？え？はっ！ 10 番！来た！ゴーエンジ君じゃない？ゴーエンジ！ ゴーエンジ君よ！ライモンのエースストライカーが来た！楽しいことになりそうね。まったくです、会長。あいつってうちのサッカー部だったっけ？キノちゃん。お願い。はあ。ゴーエンジンすべてかかっている。ゴーエンジン。守る。待ってたぜ、お前を。そうだよ。散々待たせやがって。おい、テレテンちゃん、ゴーエンジン、おい。よし。面白くなってきたじゃないか。ついに来たな、帝国に一泡吹かせる時がよ。ついにゴーエンジがやってきた。来ると思ったぜ。そしてここから俺たちの奇跡の戦いが始まったんだ。いやマジ熱すぎる。何これ。タッチペンを出せ。ここで出すしかねえ。俺もエンド、あいつ一体何者なんだ。あ、そっか、守る以外知らないのか。サッカーできるんでやんすか。いや、できるんでやんすも何も。あいつならやってくれるはずだ。そうだ、ゴーエンジなら絶対変えてくれる、この流れを。おい、キド、例のやつが出てきたぜ。ようやく来たか、噂のストライカー、ゴーエンジ。あ、こいつらやっぱゴーエンジを見に来たんだ。そんなにすごい選手なのか。いや、全国レベルだろ、だって。ゴーエンジ、俺が必ずお前にパスを出す。あ、そういうこと。あの時のシュートをもう一度見せてくれ。なるほど。期待しないで待ってるぜ、熱血キャプテンさんよ。守るがボールを止めて、ゴーエンジにパスを出す。ふん、実力もわからない新入りに何をさせるつもりだ。いや、染岡黙って見とけ。大丈夫だ、まずは1点、全てはそこから始まるんだ。そうだな、流れを変えるぞ。行くぞ、ライモンチ、気合入れていくぞ、後半戦。よし、選手の位置はまあこのままでいいだろう。ゴーエンジが右上に入ってくれている。よし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 、行くぜゴーエンジ。いや、これ早速ボール奪えるか、もしかして。ここはスライディングだ。ゴーエンジどうだ、ボール取れるか。はっ、ジャッジスルー、なんか技された。えっ、おお、ちょっと待って。嘘だろ、ジャッジスルーってそういうこと。いや、スルーすんな、おい、ジャッジ、おい、完全に反則だろ今の。あ、しかも五条さんだ。え、五条さんからボールを分身フェイント、なんか違う、五条さん増えとる。おお、ちょ待って、ツッコミどころ多すぎる、情報が多い。無料空所、さすが五条さん。スライディング取れるか、勝利どうだ、分身。いや、お前もできんのかい、それ。ちょ、五条さん特有の技じゃねえのかよ、それ。割と誰でもできる技なの。ちょ、壁は、タックル、タックル、いやでもこれ無理だろうな、また分身した。いや、だから当たり前のように分身すんのやめろ。ボールといい、選手といい、簡単に分身しやがって。あ、来た、絶対シュート止める技、その1。来たぞ、守る、行くぜ、これがゴッドハンドだ。出た、キノちゃんがドン引きしてた技だ、必殺技。あ、なるほどね、ここでこの技ボタンが解放されるんだ。え、じゃあ技、はい、ゴッドハンド、止めれるのか、守る、属性的には不利だぞ。シュート来た、守る、おお、ゴッドハンド、なんか手出た、おお、止めた、守るが帝国の球を止めたぞ。よし、てか手の部分で止めてた、本当に出てたんだあの手。ゴーエンジが上がっている、いけー、ロングパス、あとはゴーエンジに託したぞ。ゴーエンジ、おお、取った、さすが、ナイス。そして、あ、操作すんの、ここはキープ、かわす、どうだ、ゴーエンジ、うっ、よし、かわした、ナイス、行くぜ、ファイアトルネード。じゃあそんな技目ついてたの。よし、打ったる、そのファイアトルネード、行くぜ帝国、これがライモンのエースストライカーだ。あっ、あっ、おお、ゴーエンジかっけ、すげえかわすじゃん、おお、めちゃめちゃ回っとる、なんだそりゃ、蹴ったー、なぜか燃える球、うおー、決まったぜー、さすがゴーエンジ、焦げとる。やったー、やったー、やったよ、キノちゃん、
守る。やった、決めたぞ。ゴーエンジが1点だ。あの帝国から1点取ったぞ。おいキードビビってんちゃん。やってくれたな。お前のボール増やすのとはわけ違うぞ。もみくちゃんされてる。うちのゴーエンジはボール燃やすからな。ビビっただろ、さすがの軌道も。守れ。いや、ゴーエンジほんと来てくれてよかった。あ、妹。え、何それ。は、いや、マジ何があったんだよ、ゴーエンジ過去に。あいつ、やっぱりすげえ。いやな、すげえな、ゴーエンジ。めちゃくちゃ嬉しそう、守るが。よっしゃー。いや、やっと、やっとライモン中にサッカー本気でやるやつ来たな。いや、ゴーエンジさすがに入部するでしょ、これは。ゴーエンジに遠藤か。なかなか面白くなってきたぜ。おい、キド、まだやんのか。データ収集はもう十分か、キド。データ収集なんだそれ。ああ、今回はこんなところだ。意外な発見もあったしな。ちょ、こいつデータキャラだったのかよ。まあ確かにそのゴーグルデータキャラっぽいけど。あのキーパーか。確かに面白いやつだ。キーパー、あ、守るのこと。ああ、フットボールフロンティアの地区大会が楽しみになってきたぞ。ああ、地区大会とかあるんだ、フットボールフロンティア。おい、ライモン。え、誰？生徒会長？ああ、チーム全体を指してね。我々はここで棄権させてもらう。え？棄権すんの？マジで？え？いいの？勝ちにはこだわらないのか、こいつら。試合は貴様らの勝ちでいい。また地区大会予選でも会うだろう。その時は最後まで相手になってやる。はあ、なるほど。覚えておくぜ、お前らのことを。あくまで練習試合だから、ここは引くのか。え、やったじゃん。じゃあ。勝った。え、敗部逃れたじゃん。エンド、俺たちの勝ちなのか。いや、勝ちだよ、ハンダ。なんか、相手が棄権しただけだろ。いや、それはそうだけど、敗部は免れた。何言ってんだ、勝ちは勝ちだろ。あの帝国に勝ったんだぜ。あ、なるほど、こうなるか。遠藤くん、本気の勝負はお預けってことね。すごいシュートだったぜ、ゴーエンジ。お前さえいれば。なあ、ゴーエンジさえいれば。あ、あの帝国から得点できたんす。俺たちだってできるかもしれない。そうだな、少なくとも帝国以下のチームには勝てる可能性が。やめてくれよ、当てにされたって困るぜ。いや、ゴーエンジしか当てがねえんだ、うちは。そうさ、俺たちだってきっと帝国に勝てる。やってやろうぜ、みんな。そうだな。だって、守も覚醒したもんな。なんか、すげえ技。おお、で、ヤンス。いや、もう、ヤンスを取ってつけたように言うな。はぁ。え、誰？なんかいる。おっさんいる。おっさんか、これ。あれから40年か。なんだ、そのヒゲの生え方。え、ヒゲだよね、これ。久しぶりに見せてもらったぞ。あれから40年。伝説の技、ゴッドハンド。あ、守が使ってたやつ。え、意味深おじさん、出てきた。なんだこの人は。思えばここから始まったんだ。新たな稲妻イレブンと、俺たちライモンサッカー部の伝説は。はあ、なるほど。いや、めっちゃ面白いな、ストーリー。